はい、プレーボールどうも野球人です。ヤクルトが1位指名吉村晃治郎公言へ、先発陣強化で社会人ナンバーワン上取りということでございまして、ヤクルトがですね、ドラフト1位指名吉村晃治郎選手に行くということをね、公言いたしました。まあ、ここからどうなるか分かんないんですけれども、まあとりあえずね、ヤクルトも公言、これで9球団目の公言ということになりましたが、まずは記事からチェックしていきましょう。はい、ヤクルトが東芝吉村晃治郎の1位指名公言。ヤクルトは19日都内の球団事務所でスカウト会議を開催地で東芝吉村晃治郎同士を指名することを公表。競合した際のくじ引きは高津監督が務めると見られる。これで1位指名の公表は9球団目となった。ヤクルトは17日のスカウト会議で60人から70人の間に絞り込み、この日は1位指名選手を1人に絞り込んだという。高津監督は補強ポイントはたくさんありますとし、指揮官自ら要望もしたという。吉村は日大武山、国学院大を経て東芝に入社、最速153キロの直球を武器とする即戦力は、6日に行われたヤクルトの練習試合では村上山田を三振に仕留めるなど、3回3安打無失点で7打三振を奪っていた。指揮官自ら生チェックした投手でもある。一層は公表しないとしたが、一転して公表した理由について高津監督は、こちらの誠意を見せるためにも本人にも知ってもらうためにも今回公表することにしましたと説明。試合を作れるというところが一番です。先発として期待していますと、早くも熱烈ラブコールを送ったということでございます。はい、ヤクルトね、吉村選手公表しました。公表しないって言って、まあ、1時間とか、まあ、2時間ぐらいかなで公表しましたので、まあまあ本当にね、あらかじめ決まってたんでしょうね。決まってて中地選手を公表して中日が、まあそれでね、まあ行った方がいいという判断なんでしょうけれども、では改めて吉村選手どういう選手かというところをチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。吉村晃治郎選手、東芝社会人ナンバーワン右腕ですね。出身地は東京都、1998年1月19日生まれ、24歳、183センチ84キロポジションピッチャーで、右投げ右打ちの選手です。でマックスがですね、球速約153キロ、球種がスライダー、カット、カーブ、フォークボールを投げます。吉村選手は国学院大学時代からプロ注目の選手であったが、4年秋に怪我をしたこともあり、その年は指名漏れとなります。現在の東芝に入社後は2年目の昨年に頭角を現すと、日本選手権で活躍、都市対抗予選でも好投を続け評価が上がっていったが、ドラフトではまたも指名漏れ。しかしその後も昨年の都市対抗本戦で活躍し、今季も安定感のある投球を披露。さらに先日のヤクルトとの練習試合では3回3安打7打三振の好投を見せていた。で吉村選手ですね、大学時代から注目されていましたが指名漏れ で昨年ですね、解禁年の社会人、素晴らしいピッチングを見せていたんですけれども、まさかの指名漏れでございました。なんかね、よくよく話聞けば東芝からちょっとね、今回はみたいなことが話あったみたいなので、まあまあそうだったのかというところなんですが、まあ、ドラフト後の都市対抗のね、試合とか見てれば、なんでこの選手が漏れたのかなっていうふうには思っておりましたので、今回ですね、またドラフト候補に上がってくるのは必然だったのかもしれません。はい、で見ていくとですね、その去年の成績見ていくと、11試合で 59.2 イニング、防御率 2.87、 ウィップ 1.09、 奪三振率 10.41、 四死球率 2.87 ということで、まあ素晴らしい成績ですね。やっぱね、去年のメンツで言っても、社会人でナンバーワンのピッチャーはこの吉村選手だったのかなっていうふうに思います。よくね、こう、広畑選手が取り上げられがちだったんですけど、まあ個人的にはやっぱ吉村選手じゃないかなっていうふうに思っていただけにですね、まあ本当当時指名漏れっていうのは衝撃でしたが、はい、ただですね、今季ここまで社会人成績ですね、13試合で 70.1 イニング、防御率 1.66、 ウィップ 0.91、 奪三振率 10.11、 四死球率 1.54 ということで、まあ昨シーズンよりですね、さらに成長した姿っていうのを見せてくれております。まあやっぱね、素晴らしいピッチャーというか、まあ昨年の活躍っていうのはですね、まあ決してまぐれではなかったのかなというか、まあやっぱ吉村晃治郎っていうですね、投手の魅力っていうのが今季はですね、すごく出ていたシーズンになったのかもしれません。はい、でそんな吉村選手ですね、やっぱ即戦力性であれば、まあ、間違いなく今季ナンバーワンかなっていうふうに思いますね。まあ、ピッチャーね、いろんな選手注目されているんですけど、まあ、将来性で言うとですね、全然わかんないですけど、今ですよね、実力で言うとやっぱ抜けたものはあるかなっていうふうには思いますので、まあ、そんな中ヤクルトが1位を公言したということでございました。まあ、逆によくここまで1位公言出なかったなっていうところではあるんですけれども、ではそこについても見ていきましょう。
はい、では吉村選手1位ということですね。まず成績見ていきましょう。ヤクルトは、打率はですね2割5分、アンダー戦209安打ですね。でホームランが174本ということでリーグ1位、まあすごいですね。得点も当然619、リーグ1位ですね。出塁率、長打率、 OPS、 BBK、全てリーグ1位ということになっております。まあ村上選手がいるとはいえちょっとね圧倒的な数字が出ていますね。はい、ただ一方でピッチャーは防御率 3.52 はリーグ4位ですね。で先発防御率 3.84 がリーグ6位なんですね。で救援防御率はまずまずなんですけど、ウィップ 1.28、 奪三振率6.81ですね。 QS 率 4.48、 フィップが 4.04、 これらがリーグ最低の数字となっております。なのでヤクルトは圧倒的に先発投手が不足しているチームなんですね。まあ打つ方はですね、まあしっかりと、戦力います。当然ですね、まあそこから補強ポイントっていうのは全然あるんですけど、まあとりあえずねそこは後回しで先発ピッチャーを取っていこうというところなんですよね。で今回ですね公言したのが吉村投手ということでございます。まあ見ていくとですね、ヤクルトの、まあ年齢でいくと、ここですよね。本当は22歳以下のですね、左ピッチャーっていうのがいないんですよね、支配下に。この間の山野選手も育成落ちになりましたので、なので多分明らかにね、こう左腕の数が少ないので、なのでヤクルト的にはですね、まあ矢沢選手であったり、曽谷選手らですね、即戦力ピッチャーっていうところを、本当は取りたかったとは思うんですよね。まあただ矢沢選手は日本ハムに、まあまあ公言されましたし、曽谷選手はオリックス公言したということになりました。で今回ヤクルトがどう動いてくるのかというところだったんですけど、まあ競合を避けたのと、あとは即戦力性ですよね。そこを評価して吉村選手に行ったのかなと。ここね年齢部分だけ見るとやっぱ左ピッチャー欲しいんですけど、まあ正直矢沢曽谷この2人以外はですねなかなか厳しいんですね。即戦力ピッチャーで1位っていうのは。そうであればまあ右ピッチャーですね、かなりね24歳25歳あたりね被っているんですけど、まあ吉村選手を取りに行ったというところなのかなというふうに思います。まあ逆に言えばねこう増えたのでこの辺のピッチャーはちょっと頑張らないと厳しいなというところにもなってきますし、ドラフト後何らかの動きがあるかもしれないので、まあその辺もね注目なんですけれども、まあまあそういった経緯で吉村選手に行ったと、まあ中日が中橋選手を公表したっていうのも非常に大きかったんでしょうね。まあ単独狙いで吉村選手というところなんではないでしょうか。はい、でそしてですねドラフト指名順ですね、2位3位のお話もしていきましょう。吉村選手が取れたとしてですね、まあ2位3位ヤクルトですね優勝して今年セリーグですね、まあ後の、2位ウェーバーなので、なので一番最後になっちゃうんですよね、24番目の2位ウェーバー。ただ一方で25番目のウェーバー、3位ウェーバーはですね、一番早いということになってます。なのでここはね続くので結構戦略が立てやすいっていうふうには言われています。そうなればですねやっぱ2位3位で高卒左腕と即戦力野手っていうのを取っていきたいんじゃないかなっていうのはうっすらありますよね。まあ先ほど見た通りヤクルト左ピッチャー本当にいないんですよね。まあ下の方にはですね育成でいい左ピッチャーいるんですけど、まあただやっぱねピッチャー取っていきたいと。で大卒のピッチャーはですねやっぱまあ吉村選手即戦力で行ったので、この辺でちょっと高卒のね左ピッチャーいい選手取りたいんですよね。で言うとまあ門別選手あたり残ってるか微妙なところなんですけど、残ってたらですねまあ2位3位どっちかで取りに行きたいですよね。まあ仮に取れなかったらもうちょい下の方でもいいと思うんですけど、まずそこで取っていきたいと。また即戦力野手ですね、この辺もね取っていきたいところということで、まあ候補で言うとですね、まあ外野も取っていいんですけど、まあ二遊間のですねサブとかも結構欲しい感じでもありますし、結構言われているのが名城大の野口捕手ですね。かなりねちょっと注目しているんじゃないかというところで、まあヤクルトねそこまで捕手には内山選手もいるのでめちゃくちゃ困ってるわけではないんですけど、やっぱ数は多い方がいいので、もしかしたらまあ2位3位とですねそういう感じで取っていくかもしれません。はい、というわけでまあヤクルトのですね全体的なこうドラフト像っていうのはぼんやり見えたんですが、でもやっぱね気になるのは吉村選手は競合になるのか単独になるのかというところですね。まあやっぱここが取れるか取れないかでかなり変わってくると思いますので、まあそちらの方もお話していきましょう。はい、では競合の可能性ということで見ていきましょう。でセリーグはですね、DeNA 阪神だけが公表しておりません。でパリーグはロッテのみ公言なしということで、9球団が公言、しかも全員違う選手というねちょっと異常事態になっているのが今年のドラフトでございます。ただまあ逆に言うとですね DeNA 阪神ロッテですね、この3球団に関しては、まあ公表なしということなので、今だまあ明日になれば分かんないんですけど、まあ吉村選手に来る可能性っていうのも決してゼロではないんですね。競合する可能性があるということになっております。で見ていくと、で阪神ロッテ
って、そして、まあ、DeNA なんですが、まあ、正直ですね、まあ、阪神は可能性かなり低いんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、浅野選手か、まあ、松尾選手かっていうふうに言われてます。あったとしても、まあ、そうですね、即戦力の外野手、森下翔太選手とかに行くのかな。なので、ピッチャーっていうのはやっぱ可能性かなり低いかなっていうふうに思いますし、仮にピッチャーだったとしてもですね、まあ、吉村選手ではなくですね、あるとしたら、まあ、曽谷選手じゃないかというふうに言われてますので、まあ、阪神は、まあ、除外していいんじゃないかなっていう感じはします。で、ロッテに関しては、まあ、可能性中ぐらい、まあ、そこそこあるんじゃないかなというところですね。で、ロッテもやっぱ即戦力投手行くんじゃないかと、まあ、曽谷選手か吉村選手かって言われてる中ですね、今、オリックスが、まあ、曽谷選手公言して、まあ、ヤクルトがですね、吉村選手公言したということで、まあ、どっち行っても被っちゃうんですよね。なので、競合避けて、まあ、金村選手とか、増田選手とかに行くケースがあって、まあ、あと野手に行く可能性もゼロではないと。で、仮にロッテもですね、まあ、吉村、曽谷、どっちにこう突っ込んでくるかって考えたら、やっぱり左ピッチャー欲しいんで、まあ、曽谷に行くんじゃないかなっていうふうには思うんで、なので、まあ、ロッテも来る可能性はあるんですけど、競合となれば、曽谷選手を選ぶんじゃないかなっていう感じはしておりますが、まあ、どうなるんでしょうかと。で、最後 DeNA ですね。で、DeNA もね、やっぱ可能性はあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、一応ね、DeNA に関しては、まあ、高卒予想の、ところもあるんですけど、まあ、ただ即戦力投手も全然ありえますよね。競合覚悟で吉村選手突っ込んでくる可能性も全然あると。で、 DeNA に関してはやっぱね、左ピッチャーっていうよりも、まあ、右ピッチャーの即戦力っていうところは欲しいでしょうし、まあ、そうなればですね、来季優勝を狙える立場ですし、で、なんといってもヤクルトは同じですね、セリーグということになってますので、まあ、吉村選手を取られるよりですね、 DeNA がしっかり吉村選手を獲得して、ヤクルトがね、まあ、ちょっとグレードの落ちる選手を取った方が、まあ、来季の優勝に近づけるということはあるので、こうぶつけてくる可能性はゼロではないかなっていうふうに感じますので、まあ、この中だと一番 DeNA が可能性高い気はするんですけど、まあ、ただ DeNA 本当に読めないので、まあ、ピッチャーに行くか野手行くか読めないので、まあ、どうなるのかなというところでございます。まあ、ただ仮にですね、単独で吉村選手取れたらかなり美味しいんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、その可能性も十分あるかなというふうには感じますので、まあ、本当ね、当日まで分からないところではあるんですけれども、まあ、楽しみかなというふうに思います。では今日は以上ですね。最後の手の反応を見て終わりましょう。ヒッターネットでの反応を見ていきましょう。でもまあ割と吉村は他の投手と比べても頭2つくらい抜けてるようには見えるよね。1年目から戦力になってくれそうだし、明日が楽しみということですね。はい、そうですね。やはりね、吉村選手、何度も言うように即戦力性だと、まあ抜けてます、正直。一番いいピッチャーと言ってもいいでしょう、現時点では。まあなので、ヤクルトに関してもですね、2連覇しているんですが、3連覇に向けて間違いなく必要なピースというところで取りに行ったんでしょうね。まあ下の世代だと奥川選手とかもいるので、まあ今季はね、なかなか投げれなかったんですけど、まあその間に他の高卒選手とかを育ててっていう感じにはなるのかなっていうふうに思います。右ピッチャーでもね、いい選手っていうのがヤクルトいますので、下に。なので、しっかりその選手が育つまでですね、吉村選手働いていただければなというところではないでしょうか。で、こちら見ていきましょう。吉村は素直に嬉しい。ただデビュー初年度が大卒4年目の26歳シーズンとなると最低限のハードルがかなり高いということですね。はい、そうですね、吉村選手本当にいいピッチャーなんですが、ただやっぱ年齢がですね、大卒、社会人3年目となっております。来季ですね、一応まあ26歳のシーズン、まあ早生まれなので、まあ、25歳、にシーズンは終わるんですけど、まあまあでもね、年齢はいっているということで、なのでこう大卒ピッチャーとかのハードルではないんですよね。やっぱまあ選抜ローテーションっていうのは、まあ、最低上限かなっていうふうには思いますし、まあ10勝ぐらいしてもらわないとっていうところはあるのかなっていうふうには思いますので、なのでそれが理由でちょっと吉村選手は、まあ遠慮してもらいたいみたいなね、意見もちょこちょこあるので、まあでもそれはね、仕方ないことかなっていうふうには感じますので、まあだから同じ立場で言うとですね、まあ石川選手ですね、ロッテの、まあ彼も大卒3年目で1位指名されて活躍しておりますので、まあ彼ぐらいやってくれればね、まあドラフト1位で取った価値っていうのが大いにある、かなというふうには思いますので、まあ本当ね、1年目から期待したいですよね。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。セノゲームセット、ありがとうございました。